えっと、党の規約を読んでますと、代表の任期は、えっと、就任から3年後の12月までということで、2019年に、えっと、令和ができたとするとああの、そのまま読むと今年なのかなと思うんですけれども、それは、えっと、間違いがないかということと、もし代表選ある場合、えっと、再選に向けて動かれるお考えを ありがとうございます、えー、と代表任期ってことですね、だからつまりは代表選、行われるのかって話だと思うんですけど、今年の冬にやらなきゃいけないです、はい、なので代表選は行われます、で今、これをですね、えー、と私たち、令和新選組のオーナーズ、もしくはフレンズっつって、これは登録料無料なんですね、お金を払ってる人も払ってない人もこれは登録あのー、投票ができますっていう権利を付与している状態なので、えー、とこれを、えー、インターネット上で。 やれる整備っていうのを今もうやってるところです。えっとまあ代表選今年の冬ということですけど、えっと山本代表ご自身はえっともう一度えっと出馬されるお考えは今のところありますか。それとも新しい人がやるべきだとお考えですか。どうなんですかね。ちょっとあのいろんな形、この人気いっぱいのところまではえー、っと単独という形のみならず、例えば共同であったりとか、いろんな形をちょっと今の私の権限の中でできることを えーとプレーとして,、あのー、や,ってみやってみたいなっていう思いはあります、はい、だから単独で投手、えー、戦っていうのやるのもいまいち面白くないなっていうのが自分の中でありましてそうじゃなくて事前に投手戦になる前に例えばこんな形どうですかという形を実際にプレーでやってみてまあ、えー、と規約上では代表は1人であ,なあらなければならないという形にはなってませんからなので例えばですけど私の指名によって 他何名かを共同代表にしたりとかすることもできるわけですね。事実上。だからそういうようなことをもって、一,一旦プレとして皆さんにお示しをして、次の、えー、代表選では、まずは単独選、えー、単独で選ぶのか、それとも共同代表がいいのかっていうような選択肢から始まってもいいですよね。投票は一回限りってことにはしなくてもいいわけですから、どの形が皆さん一番理想に近いですかというようなプレゼンができるような、えー、代表選にしたいなというような、えー、考えがあります。